んの。なおちゃん、今さっき本当に戻ってくれたところでちょっとね、あの申し訳ない、息が切れてない、大丈夫ですか？大丈夫です、ね、前髪がちょっとくるくるくるって今日はなってますけど、可愛いね、とても。はい、2004といえば、ね、リーグ優勝も果たした年です、はい、そしてね、パレードカーにも乗ったんですけど、何かあの当時の印象的な思い出とかありますか？やはり、リーグ優勝してビールかけにもなんと参加させていただいて、パレードといえばちょっと雨だったっていう記憶が、雨の年でしたね。そうでしたね。ビールかけにチアドラが参加したのって2004が初めてだったんじゃなかったですか？初だと思います。で、初めて参加したんですよね、その年に。とてもね、記念になる年だったと思います、はい、じゃあ次、サクサクといきたいと思います。去年ね、あのチアドラゴンズとして活動してくれましたリサちゃんです。皆さんもね、あのまだ記憶に新しいメンバーだと思いますが、2010といえば衣装がね、あのボード学園さんの学生さんのデザイン応募でね、あの去年からなったんですよね。最初にこの衣装を見た時どう思いましたか？ドラゴンズブルーですごいかっこいいなって思いました。本当にね、とても可愛いし、今年の衣装はどう思いますか？今年え、見なかった？さっき見てなかった？自分のことで精一杯。今年のはすごいマリンっぽいなって思いました。あ、そう、はい、あのなんか、ね、ボーダーで流行りを取り入れてなんかスポーティーな感じに、ね、なったよね、今年。急になんか可愛らしい感じでずっと来てたのが、今年ちょっとスポーティーになって新たなね、チアドラゴンズでは、次、愛花ちゃん大丈夫かな？大丈夫？ちょっと大丈夫、リハーサルしてないけど、ちょっとダメ、大丈夫、ちょっとダメ、ちょっと心配です。はい、心配。あの、久々に踊ってみて、あのこのステージどうでしたか？すごい楽しかったんですけど、ちょっと体力がえ、なんで、あのチアドラやめてからじゃあ今まで何をしてたの、愛花ちゃん？踊ってました。踊ってたのに体力が落ちちゃったんだ、はい、じゃあそれぐらい、なんかチアドラの時はもっともっと体力があって鍛えてたんですね。でもちょっと今日こんなにたくさんの人が来てくれると思わなかったので、ちょっとびっくりして。本当にすごいよね、はい、じゃあ、まだ前半戦だけど、あの今日ちびっ子もほら見てたくさんいるから、はい、なんか愛花ちゃんから、はい、あのチアドラを目指してるちびっ子に一言メッセージを言って締めくくりたいと思うんですけど、このコーナーちょっと難しい感じで、リハーサルなしだから、はい、そうですね、喋るの苦手なので、一言、はい、笑顔と元気いっぱいなダンスで、まだ笑ってるんですけど、みんな笑ってるんだけど、はい、いっぱい練習すれば、絶対夢は叶うと思うので、これからも、元気いっぱいダンスを練習してください。はい、ありがとうございました。では今登場してくれたチアドラゴンズたちに大きな拍手をお願いします。まだまだ続きますからね。はい、ありがとうございました。まあね、インタビューコーナーもね、何の打ち合わせもしてないのでドキドキハラハラですけど、大丈夫だったかな。さあ、それではね、時間もあれですので、どんどん行きたいと思います。